ゴブゴブラジオ。めっちゃ嘘やん。ジングルでこんな乗る人いる？いやもうええやんか。ノリノリやったっすよ。好きにさしてよ。好きにさしてよ。ジングルでもうわ乗る人いるんですか？シーチそんな言われたら。帰ろっかな。いいですか？浜田いないとも何も整理しないのでいいんですけど。乗るぐらい構えへん。まあな。俺この前ですね。皆さん多分普段生活してて、芸能人って会います？ああ、プライベートで、家、プライベートで、近所でとか。確かにな。まあ、そう、浜田さんとかね、なかなか。意識してんのかな。まあでも、その、普段ね、こう遊んでて、街中でとか、例えば買い物したりとか。たまにほら、タレントじゃないくせに、絵かっこしてるやついっぱいおるやん。お前、どんだけでかいグラサンしとんねん。言い方むちゃくちゃ悪いな。なあ。言いますよ。街で、芸能人かなって思うときね。そうそうそう、あるある。それはある。マスクしてね。そうじゃなくて、ほんまに芸能人っていう。で、僕ん家の近くに一番近い芸人が安田大サーカスの団長さんなんですよ。その団長さんはよく会うんですよ。でも、まあそういうとこに住んでるんで、まあ、住みやすい場所なんですけど、そこはもう、なんです。もう一人、めちゃくちゃ会う芸能人じゃないんですけど、もう、ワンさんとかね、井本さんはもちろんですけど、ガキ使のヘイポーさん。ヘイポーさん。プライベートなヘイポーさん、俺6回見てるんですよ。マジで？はい、マジで。そんな合う？いや、だから、ね、もうその、芸能人って言ったらちょっと、もやるけど、スタッフさん。僕らからしたらテレビ見てた人間からしたら、うわ、ヘイポさんと思いながら。一人で歩いてんの？一人で。誰と歩いてるの？マジで。前僕ね、タクシー止めよう思って、待ってたんですよ。で、タクシー来たから、手上げたら、目の前にいるババアがね、手上げて。ちょっと口悪いな。おばあちゃんね。はい。手上げて止めたから、お、ばばあ思って、おばあちゃんね。言うたろう思って、ばあって言ったら、ヘイポーさんやったんですよ。ババアでもないんかよ、思って。ジジイかよ、と思って。ああ、そう。ヘイポーさんやんって言うても。いや、でも我々ちょっともう最近会ってないんでね。ああ、そうなんですか。え、初めて会った芸能人誰ですか？俺？はい。浜田さんの人生ですよ。ね、松本千恵子かな。どこで会ったんですか？ ABC ホールって、昔 ABC が持ってたホール、今あんのかな？そこでな、安清さんが番組やってて、毎週なんか、東京から歌手が来て、そういう番組やったの、公開収録みたいな。そうそう。それ、中学ぐらいんちゃうかな、チャリンコで何人かで行って、こう、入りを見てたわけ。え、それ、山から自転車で行ったの？そうよ。そこに？めちゃめちゃ元気やろ。めちゃくちゃ元気やな。まだね、中学生、小学校、高学年、中学ぐらいの時。え、それ、松本さんも一緒にですか？松本おったと思うねんけどな。見に来や、言うて。見に来や、松本チェコ来て、松本チェコやうわーって当時バスボンの CM かなんかやってて、めちゃくちゃ有名やったんですよ。うわーって俺多分それ最初やったと思うね。最近は初めて見た誰？僕は、おたこぷーさんです。知らないですよ。わかる、でも大器。福岡のスーパースター、おたこぷーさんですよ。この世代はちょっと。福岡やから、僕らがまだね、日本人とか見、いや、お前おたこぷーでよ。お前は？俺一番最初ですか？コロッケさんです。へぇー。そうなんで？家の近くのデパートに営業来られてました。あ、そうなんや。屋上で。当時はね、デパートの営業福岡とかよく来てはったよね、芸能人の人ね。ああ、そうなんや。福岡やもんな。まあまあ、平井はな、浜崎あゆみと同級生やもんな。ああ、そうですね。そうですね。同級生やもんな。中学生。あれ、大器はあれ？大器は、東京事変の椎名林檎ちゃん。そうやんな。そうやね。すごいよね。同級生なんすもんね。ただ平井は浜崎あゆみにずっといじめられてた。悲しい過去をほじくり返すやめましょうよ。いじめられてないんだろ？いじめられてないんだろ？ここね、いじめられてないですよ。本当？パシリさせない。いやいや、そんなことないですよ。左の鎖骨の裏に鮎のマークなんか刻印されてるんですよ。ちょっとやめてください。それはそんなことないですよ。浜崎の A のやつが。A のやつが刻印されてる。なんか用してました。いや、じゃあ、お前はいいな。お前誰やねん。僕は、難波で初めて見た島木ジョージさんです。はぁ。うわぁ、ジョージやってなりましたもん。南歩いてたらやっぱおったか。いました。普通に歩いてました。ジョージ丸出しでした。ジョージ丸出し。そらそうやろ、ジョージどうやって映像すんねんでも浜田さんだってご近所のなんか結構な、ほら、いろんな方住んでらっしゃるでしょ？でも今はじゃん。そうね、今は。今はさ。あ、もう当時だから、そんなん別に。尼崎なんて。
出身誰なん？それこそ岡八郎さんとかそんなんや。会ったこともないし。関西やと芸人になりますもんね。芸人になる。あ、そっか。どうしてもね。だからああいう公開収録行って、ブワーってなるわけ。いや、たまたま見れてんで、さ、見れるわけない思ってたから。確かに。なんかこの前逆にあれ浜田さん見かけたっていうの聞きましたけどね。あ、本当？あの浜田さんがウォーキングしてはって、それバッドボーイズ佐田さんやったかな、なんかありませんでした？そうや、だからそういうのは聞くんです。逆に浜田あれ、そうや、それ佐田にちょっと怒られたやつですよね。そう、佐田に怒られてありましたよね。うん、俺一応マスクあの通り知ってたから、はいはいはい、キャップかぶって TMC から歩いて帰ってた、はい、まあちょっと運動召喚、うん、家にな、うん、あと言った前からさ、一括い兄ちゃんがチャリンコでバーって来てたから、あ、もうこれやばいなと思って、知らんふりしてパーっと行ってて、こうすれ違うと一瞬に二人でパッと目を追ったら、サタが俺に、バレますって。バレてたんや。って、わかったって、いや、もう向こうが来る段階でわかったって。何してますの、いや、歩いて帰んねん。バレますって。バレてるじゃん。まあ、あの辺別にね。そうそうそう。まあ、そういうところやから、ね。そうそう。あ、それはあった。そうっすね。うん、でも浜田さん、そのご近所でそうやって会ったこととかないですか？例えば、そうですね、今でも。役者さんとか、うん、あの辺とか結構うろうろされてんじゃないですか？ね、もう引っ越しされたから、あれやったけど、何年か前は、駅前で水谷豊さん何回か。うわぁ、それちょっと挨拶とかするん？いや、水谷さん、ちょうど銀行のとこバーって行ったら、いてはったから、うん、あ、そうって言ったら、もう絶対握手してくんねん。久しぶり。うわー、すげえ。どこ行くんすか？うん、ちょっと振り込みに。どこに振り込むねんか。どこに振り込むねん。水谷豊振り込むねんですね。でもこれ、2回ぐらいあったよ。浜田さんのこれ、うん、まあその地域的にもそうじゃないですか。うん、その小学校もだってパパ友とかもだってあれじゃないですか。あ、確かにな。だから僕運動会が異色やと思うんですよ。我々ではちょっと想像できない。だから東京やからやって。いや、そうやな。ほんまや、うん。うちだから親の綱引きやとか。競技あるやん。ありますよ、大家さんかでね。うん。ほんでもう俺おって、渡辺徹さんおって、うん、町明さんおって、うん、相川翔さんおって、で、それを一生懸命全員で弾いてる。いやいや、いやいやもう芸能人運動家。真ん中で町明さんが、それそれ運動家特番やん。特番組めますもん、だって。いや、ほんまに。特番にやったらやってくれへんしな。このメンバーで綱引きやってくださいよ、だ。いや、役丸もおるわ、役丸もおったし。ああ、それ観覧しに行きたいわ。いや、だから普通のお父さんお母さんたちももうそっちね、見ても盛り上がるやろうなっていうのは。いや、でも東京の人はそんななれへんのちゃう？なんか。ああ、そうやね。ちょっとさ。あえてそんなことになりもない。そうそう。だからその親御さんの目線になるんじゃない？何々くんのパパ。ああ、そう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 。ね。そうそう。だからまあやりやすかったとか行きやすかったのもあるよね。そうですよね。学校にね。はい。うん。そうあると。で、逆にそういう芸能人がたくさんいる方がええんちゃう？まあそう。待機もなるやろ、その子供の運動会で。おい。いじってんな。つなぎ、つなぎしてろってな、なるやろ。ドリアンズ罪があって。ドリアンズ罪が。誰が知ってんだ、おい。ハマーさん。誰が知ってんねんって知ってる人いますよ、そら。でも、ちゃんと仕切ったりしてるよな。え？仕切ったりしてるよね、その親。まあ、そらそう、そら。さっきも言ってたやん、なんか、パパ会の飲み会の MC この間やった言うて。めちゃめちゃ回しました、おう。で、言うてたやん、ダルモアさんから言うて。もうその後輩感を出して。そうそうそう。先輩方にね、その、いろいろこう、お酒こう回したりとかやりましたよ。同級生のお父さんがすごいんですって。もう、白髪で、パーンと決めて。全部やったんですよ、焼き鳥の串とか。な。ほんで、もういろいろやって、ビールとかお酒とか運んでやってたんですよ、うん、僕。一番年下やと思って。はいはい、ほんで、初めてそこの場に来られたお父さんがいらっしゃって、はいはい、最後締めるときに、あ、すみません、おいくつですかって言ったら、うん、僕より年下やったんですよ。え、そのもう、貫禄がすごすぎて。ああ、そうか。さ、裕次郎さんみたいなもんやな。そうです。当時、太陽に吠えろの時38ぐらいやろ。そうです、そうです。あれブラインドの時ね。あの感じでやで。はい。いや、そうです。そうそう。先場キッチン見てないんですよ。口何も隠したってダメなんですよ。今のマイクすごいんで。でも、まあ、貫禄か。貫禄か。そういう社会の中で、やっぱ会社の中ではもう結構お偉いさんじゃないですか。そうなるか。で、年下やないかって言うて。そうですよ。
残った唐揚げ食べさせましたよ、これ。すぐ飲んどったやん。食べさせた。浜田さんイズムで。いらんねん。若いから食べ言うて。いらんって。やりやめてほしいな、浜田さんの。あの、飯食いに行った時の年齢、俺らの下げてくるやつ。ああね。マジやめてほしいわ。だから浜田さんと出会った時の年齢で、ほんと止まってるんやと思うんですよ。確かにそうですね。俺は出会ったの30ぐらい。ぐらいなんで。そうそう。だから、いつもさ、飯食いに行ったら、俺で28設定。で、出会った時ぐらいでしょ。で、ドイが26設定下げるやん。で、浜田さんだけちゃんと59って言うから。あれずるいあれずるいね。あれずるいんですよ。一人だけ成長してるもん。いや、だから、本当にありがたいことに焼肉とかいただいた後に、もうお腹いっぱいいただいて、まだ食べれるやろって。食べ終わった後に。三色団子やろ。三色団子ね。三色団子、団子食わす餅。あれ、なんなの一時ハマってたの、三色団子のやつ。あれは本当に浜田さんの優しさなんですよ、実は。マジ俺が甘いもんちょっと苦手なんで、大福とか、ああいうの本当食べさせたいんですけど、平井も食べれるのは三色団子やということで、スワマっていう。マジで？はい、そうです。俺、あまりにもさ、あの、当時ちょっとあの三色団子食わすみたいなのあったやん、浜田さんの流行り。はい。あまりにもあれが嫌すぎて、俺コンビニのレジの前とか置いてるやん。一回ほんまに素なって言うたから。コンビニの前とか。素なやべ。コンビニからしたら次第やないですか、それは。もう、トップ商品ですよ。美味しいですよ。ばっかり出てくるからさ。もうええって言ってたよ。ゴムゴムラジオ。ごめんごめん、その、はい、最初っていうので俺も聞きたいわ。お前ら最初に買ったレコードって何？わあ、CD。CD でいいですか？レコード。すいません。ちょっと、バンじゃないですね。CD でよければ、なんですけど。すいません。すいません。ちょっとレコードの時代は。レコード我々ってことは、ちょっとすいません。針が。ああ、そっか。CD でよければですけど。CD。俺の。どういうのが最初やったの？僕は、一番最初は、米米クラブさんのロマン飛行です。ああ。が最初一番最初シングルで。自分で。自分で初めて買ったのは。そうなんや。僕はブルーハーツのアルバムやったと思います、確か。お、いきなりアルバム行くんや。はい。確か。なんか、それは、年上の兄ちゃんとか、近所の友達の兄ちゃんとか聞いてて、これめっちゃいいよってなって、なんかそうやったと思います、僕は。そうなんや。はい。俺はね、トンボやったかな。長渕剛さん。はい。シングルの。それが最初。最初やったと思います。浜田さん最初のレコードなんですか？尾崎紀世彦のまた会う日まで。でもそれましたね、夢かなって口パクでできましたよ。夢かなってますやん。レコード大賞取ったんですよ。いや知ってますよ、名曲ですから。そうです、いまだにカラオケでもね浜田さん歌われますし。俺永井真理子の何やったかな。あ、わかるよ、永井真理子さんおったよね、ちっちゃい人ね。はい、柔らかなんかのミラクルガール。ミラクルガール、ああせや、あれを買う、買わんで、俺いらん流行ったんです。兄貴めっちゃいる流行って。なるほど。兄貴に死ぬほど縛かれたの覚えてます。弟のこれあれですね。もう地獄よ。弟はまあ兄弟はそうやろうな。CD シングル分のね、そう1000円ぐらいですか。はいはい。親に渡されて、二人で相談して何を買うか決めなさいって言われて、もうそのパワーバランス的に負けて、俺はもうそんなに入ってこないミラクルガールを家でなんかリピートで何回も聞かされるっていう思い出が。まあでも弟は知らない、しょうがないですよね。そうや。生さんとかまあ兄弟がね、男兄弟じゃないから。そうやな、そうやな、そういうの。だって平井なんか僕家遊びたら弟いるんですけど、だって自分の部屋が2階にあるんですよ。弟進次郎って言うんですけど、あ、進次郎って言って、呼ぶんですよ、下から。ダンパ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 ンって来て、進次郎って言って、あの下からジュース持ってきてって言って、わざわざまた下に行かせて。あ、その場で言わんと。その場で言わんと。上がってきて。上がってきて。あの時はやっぱ兄弟っていうね、兄貴のやっぱ威厳見捨てましたね。ちょっと、威厳というかさ。ちょっと信じろっつって。いや、それやったらさっき言ってくれやもん。もう言ったら直接さ。今思えばやけどね、あの時はね。この人めちゃくちゃすごい。いや、でも兄弟はそうやで。うちもそうやったもん。下の子がさ、上からさ、タッ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 て降りてくんで。うわ、めっちゃキレてるやん、弟くんと思って。冷蔵庫からなんかアイスキャンディー2つ取って、はい、バタンってやってまた「バカデブ死ねバカ!」とかって言いながら上がっていったから多分兄貴に「おいアイス取ってこい!」まあそうですよね。いやそれは兄弟ですよね。そう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 、それはやっぱ兄弟もいやわ。そんな
ない言いながらも取りに行くんですよ。そうですね。取りに行かないともっとひどいことが待ってるんですよ。これもう次男やから分かるんだよ。今まで次男やから。そう。だから、チューペットってあったじゃないですか。パキッと折るやつ。パキッと折るやつ。はい、俺、あれの、なんか先っぽついた方って食べたことないんですよ、俺。あ確かに。俺、絶対長男は、あっちも。わからないでしょ、この感覚。わかんないです。あのね、パキッと折った先っぽついてる方は、兄貴が絶対食うんすよ。はいはいはい。絶対食うのはなんかちょっと量も多く感じるやん、持ちやすいし、そう最後まで楽しめるますもんね。そう、はい、で俺一回それが悔しくて、はい、冷凍庫に凍ってるやつがもう皿のやつあったんで、はい、兄貴がおらん時に先っぽの方全部食うたんですよ。なるほど。ほんな帰ってきて死ぬほどしばかるしばかれたよ。まためちゃくちゃしばかる。男兄弟ってやっぱそんなにそうやで、なんかあの伊賀の里で凍ったなんかおもちゃのヌンチャクあった家に、はい、もうそれでめちゃめちゃ芝居できるんだお土産ね、お土産のおもちゃのヌンチャクでブルースリーバリに芝居できるんだヌンチャクでそうだ、次男ってそういうもんなんですよ。そういうことやな、今の長男のやり方聞いたらな、いやほんまほんま、はい、俺なんてもう殴ってやりたいですもん今俺なんて部屋までちょっと信じろ電気消してまで消せ自分消せ、自分お前が太ってるようにそこに今思えば本当ダメ、まあ、そういうね長男次男のメンバーですけれども、浜田さん自己紹介お願いいたします。あ、そうですか、はい、すいません、ダンちゃんの浜田でございます。ライセンス井上です。ドリアンズ平井俊介です。ドリアンズ堤大輝です。はい、今週もこの4人でお送りしていきます。では早速一曲参りましょう。平井さん行きましょう。ちょっと井上さん兄貴ちょっとこれはもう聞いてる人ももう本当にもういいですよね、別に怒られますよ。平井さんで大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫です、ね。ほら、はい、椅子がええから、もうこうやって聞いてられる。ああ、いいです。あ、リクライニングしてね。こういうところに覚えていこう。スポンサーってこうやって褒めていくんやから。いや、覚えていこう。別にそんな。何しろやねん。ちょっと平井さん、一曲いって。連続？いや。でも浜さんのね、うん、チキンライスもダメですもんね。そりゃそうやね。やばいんだから早く。牧原のりゆきさんのチキンライス。早くやばい。マッキーのチキンライス。どうしよう。どうしようどうしよう。それはもうチキンライスやから。そうかそうか。ポンポンとかね、次。はいはい。しの篠原智恵のくるくるミラクル。今ですか。え、いけた。くら寿司プレゼンツビッグラポンのコーナー。2回目はもうわざとですからね。ジングルで飲んのやめてください。ビッグラポン、ビッグラポンのコーナーでございます。こちらのコーナーではまだまだ知られていないくら寿司の情報をお伝えしていきたいと思います、うん、今日は取締役広報マーケティング本部長の岡本さんがお越しです。岡本さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。岡本か、はい、吉本のじゃないですか。あ、吉本じゃないね。くら寿司の岡本さん、くら寿司で、ちょっと取締役とかついてるんでややこしいんですけど、ね、岡本さんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日は岡本さん、はい、4月15日からのものを紹介してくださる。くら寿司ではですね、うん、4月15日から全国約360のお店でくらの一品という新しいシリーズを販売を開始いたしました。これ全国をですね22のブロックに分けまして、それぞれのブロックごとに、その地域の漁港で水揚げされたその旬の地魚を、うん、地元のお店で数量限定で販売するものですね。場所によって違うってことか。なるほど。はい、例えばですね、関西地方ではですね、この5月までは、うん、三重県の尾鷲漁港で水揚げされたイシダイとか、はい、タチウオ、アコウなどを週替わりで提供する予定になっています。なるほど。で、ちなみに浜田さんがお住まいの、はいはい、東京のエリアではですね、はい、5月までは東京湾で獲れた金目鯛やスズキなどを提供する予定になっています。なるほど。金目鯛うまいもんな。はい。で、実はまあ今ご紹介したのは割と皆さん有名なお魚ですけど、はい、他の地方でですね結構変わったお魚も提供する予定です。例えば、はい、北海道ですね、こういう八角という、これあまり他のエリアでは見られないんですけど、はいはい、北海道とか東北では割とよく食べられてるお魚だそうです、普通に食べてはるんですか。そうです、普通に結構食べられてる。そうなんですね。それ取締役わざわざ持ってきてくださったんですか、はい、そのフリップを。大阪から持ってきました。フリップを会社でちょっと八角のやつカラープリントしてくれ。そうです。もうからフリップネタが始まってる。わからんしな、見ないですよ。わからないですね。で、例えば沖縄
もうですね、結構変わった魚がおりまして、こういう、うわ、沖縄やわ、これは知ってますよ、イラブチャですね、ね、有名ですよ、これも見た目によらず結構ね上品な白身のお魚で、非常に美味しい、白身なんだ、はい、で、あと例えば鹿児島とかになりますと、うん、こういうバショウカジキ、カジキなんや、はい、このバショウカジキって海のスプリンターって言われて、時速110キロぐらいで泳ぐお魚だそうです。それは写真でそれぐらいですけど、ほんまはもうちょっとでかい、2メーターぐらいになる、へへ、なるほど、はい、結構こういった本当の地元でしか食べられてないようなお魚を地元のお店で、販売するというものを、で毎週ですね、木曜日に水揚げされたお魚をもう土曜日にから販売するという、非常にこうスピーディーに提供する仕組みになってます、ね、へえ、実際これ八角食べたいってなったら北海道のくら寿司さんに行く、そうです、そういうことよね、はい、そういうことですね、地域ご当地ならでは、なるほど、なるほど、はい、で、ね、こうした取り組みができたのはですね、くら寿司が2010年から取り組んできました天然魚プロジェクトの成果ということでしてですね、はい、天然魚、はい、でくら寿司では現在全国116の漁港さんと直接的な取引をしてまして、で現地のそれぞれの漁師さんが取ったお魚を直接買い付けると、で、まあ、そういった漁師さんと信頼関係が築けているのが、まあ、今回くらの一品を実現できた大きな成果ということですね。直っていいですよね、だからそういう意味ではね、はい、でこの仕組みをですね、ちょっとどうかな、芸人さんの口から出る直いいです、ちょっと浜田さんの口から、ちょっとごめんなさい、すいません、ちょっと、いや直で、ね、そうなんですよ、買い付けてはるっていうことだから、直にっていう言い方がいいですかね、直に買い付けに行かれてるっていう、その自分らも直で漁業とか行ってるやろ、自分らで直は行ってないんです行ってないの、行ってないんです、昔は行ってたの、行ってないんですよ、あ、そう、ええ、行ってないんです、え、何年か前のニュース見てませんいろいろね、ちょっと大まかに、いろいろあったん、はい、知りません、はい、すいません、すいません、あの吉本がブラック企業から、いや、わかりましたわかりました、超一流ブラック企業、そのこと言ってんのね、そうです、そうです、ちょっとすいません、ごめんなさい、はい、すいません、岡本さん、はい、すいません、失礼しました、岡本さんでした、岡本さん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 、いや、グダグダとかないです、ごめんなさいね、岡本さん、すいません、失礼しました、はい、で、この仕組みですね、くら寿司では地魚地食というふうに呼んでまして、はい、ちょっと非常に読みにくいんですけど、今後この概念に対するこう認知を広めていきたいというふうに思っております、はいはい、なるほど、なので今後徐々にこうエリアを広げまして、8月にはですね、全国およそ540店舗全店で、くらの一品を提供することを目標としておりますので、ぜひ、皆様ぜひそれぞれの地方で、くら寿司に行っていただければと思います。いや、素晴らしいですね、これは。岡本さん、よくね、こういうフェアやってるやつって早い時間になくなったりするじゃないですか、人気あるから、はい、くら寿司さんって。だから食べたい人は結構早めの時間予約した方がいいですかね。そうです、まあ、なるべく日曜日中まではの、なんとか残るように頑張ってるんですが、やっぱそれを、やっぱ我々の予想を上回るような人気だと、やはりどうしても早めに売り切れてしまうこともありますので、まあ、なるべく早く予約した方が確実に食べれますよっていう感じですね、はい、そうしていただけるとありがたいです。はい、ということでございました。くら寿司の岡本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あい、あいどうしたどうしたいや、僕も思いました。いや、こっちに入ってきたんです僕もなんか急にあいって出ちゃったみたいな、出た、あいちゃうやん、ちゃうやん、そう、いや、ちゃうやん、あれ、ちゃいますよ、そんなもん急にね、いきなりあいとか言わないでしょいやいや、サブから来てんのよ、指示がね、ああ、それを聞いてあいって言ったんですよ。ああ、そう、俺全然下向いてたから急にお前あいって言うからいや、ちょっとほんまに電波初めてなんですか。よかったです、マジで、ね、うん、ごめんごめん、テンション上がっとんね。いいこと、いいことです。それはいいことです。いいことで、何言ってもいいです。はい、何言ってもいいです。ちょっとメール行かせてください。はい、福岡市の方です。ラジオネームがっかりおじさんからです。浜田さん、井上さん、ドリアさん、こんばんは。こんばんは。初回放送を聞きました。うん、4月からの楽しみが一つ増えて嬉しいです。ああ、ありがとうございます。この春に駅から遠いところに引っ越してしまったので、通勤に自転車を買いました。25年ぶりに乗ろうと思ったら乗れなくて焦って公園で一人めちゃくちゃ練習しました。浜田さん、自転車乗られるんでしょうか皆さんはまた自転車乗りますかという。いや、我々はめちゃめちゃ乗ります。確かに、でも浜田さんが自転車乗ってんの見たことない。見たことない。
そうやな、はい、だって旅行に行っても、もう車から降りて徒歩で移動したりとか、自転車に乗ったの確かに見たことないですね。で散歩とかもされますし、局とかあれですもんね、車降りてスタッフのみこし乗って楽屋まで行って、いやいや、お前どんな入り上でこうランプしながら、ランプしながら、どんな入りや、吉本の若い社員がばらまきながら、うん、持ち巻いてあのエディマフィのあれみたいな、逆に面白いな自転車乗ります、いや乗ることは機会がちょっとないよね今んとこね。そうですよね、うん、あれご自宅に自転車ありましたっけ、あれ知ってらっしゃいます、ないっすよ、ないっすか、一時でも現茶ありました、あ現茶乗ってたね、乗ってましたよね、現茶乗ってたね、あの まだあの子供がちっちゃい時ね、あの幼稚園行くとか小学校になんか催し物とか、それこそさっき言ってた運動会とか、うん、ね、ああいう時はもうバーって行って、あそうなんじゃね、そうそうそう、バイク姿も見たことないから、チャリンコはほんまそうやな、最近ちょっと乗ってないね、乗れ、まあ乗れますよね、当たり前じゃん、いやでも分かんないですよ、補助輪うわこいつは腹立つわ、いきます、手離してますよ、もう離してるね、もう離してるんですよ、もうよかったですねって、お前さん前見ながらよ、持ってる、ちゃんと持ってる持ってる持ってる持ってます持ってんやないかい、乗れてるやん、乗れてました、乗れてました、持ってないやないか、乗れてるやん、我々はやっぱ子供がちっちゃいんで、そうやな、やっぱ自転車乗りますけど、最近ちょっと乗らないですね、乗れますよ、でも僕平井もお前だってめっちゃいいのもらってなかった、はい、そうだ、俺浜さんから僕自転車いただいてますよ前、あそうだっけ、はい、あのハーレーダビッドソンみたいな自転車、あせやせやせや、見たことない、ハーレーダビッドソンみたいな自転車、せやせやせや、聞かれてる方も見たことないんじゃないか、あんなタイヤがね、うん、何やろな、あれなんていうんですかね、なんつったやろ、軽トラぐらいのタイヤついてね、めっちゃでかいやつな、めっちゃでかいやつ、タイヤがで、こう座ったらこんな感じ、下に低くて、ハーレーじゃないですかマジで、そうそう、こうやって焦がな感じな、そうそうそう、ハーレーのアップハンドルみたいなついてて、で浜田さんがいるかって言われたんで、うん、ありがとうございますいただきますっつって取り入って、うん、家まで大体普通自転車やったら40分ぐらいかかるところ、うん、1時間超えたんや、なんで、一回もチャリンコ持ってきてんだ、なんでな、チャリンコはまずタイヤの空気がなくなってたからチャリンコ持って行ってタイヤちゃんとセッティングしてやったんやけど、やっぱ車高が低いし、うん、回すところも、ま、何回も回さないかんのよ、ギアはギアとかない、ないないない、あもうとにかく漕いで、うん、見た目重視だから、そうそうそう。そうだからすごい足は動いてんねんけど、あんまり進んでない。ギアが軽い。そう。家着いた頃、マジで腰ぶっ壊れたからね。もう。いや、見た目めっちゃ渋い、ね。めっちゃ、みんなから見られる。めっちゃ渋いね。いや、あいつめっちゃかっこええやつ乗ってるやん、みたいな。それいただいたの、浜田さんに。それいただいた。そう腰壊れて。腰壊れて。もうそれから乗ってない。ちょっとまた返してもいいですか、ね、返すの、もう返そうかな、返すの、もう返したい、返さんで、もう返したいな、返さんで、うん、自分で処分してそれあれ、ま、もううちの周りで乗っててもすごい目立つし周りもあれお前以外でだって乗ってんの見たことない、見たことないっす、あれ、ああそうか、あれはでも前のやつやからな、いやでもすごい、いや飾るやつっすもんね、まあでもそうっすね、かっこいいっすから、いや浜田さん今すごいですよ、電動自転車とか、まあそうでしょ、お母さん聞くよ、ママさんが子供2人乗せて坂ガンガン登れるんですよ、すごい、電動乗ったことないでしょ、いやなんか番組かロケかなんかそれではありますが、ちょろっとあるよ、うん、あります、すんごい進むもんね、すんごい進みます、うんうん、今普通にね道路でも走ってるし、え浜田さん僕ら今、うん、あの競輪の仕事ちょっといろいろさせてもらってるんですけど、はいはいはい、競輪は行かれたことあります、競輪もロケで行った、いや俺あれあそこ行ったんやで、あの競輪学校、あ、はいはいはい、行ったんすか、ロケで、あのバンク買って走らされたんやから、めっちゃなんかな、テレ東やったかな、ザ修行とかいう番組そんな番組出たんすか、いつですかそれ、だいぶほんまに俺らまだ大阪おった時ぐらいでなんか呼ばれて行って、そんなタイトルの番組ありますなんか昔ね、でもあれはザ我慢とかそういう番組ありましたね、ザ修行、初めてあの競輪のバンクこんな斜めあるんですよ、まっすぐ走ってるから、うん、嘘やろっていうさ、うん、若手の時ですか、そうよ、ダウンタウンさん2人で行ったんですか、そうよ、ザ修行に、ザ修行に修行しに行ったそんな番組、何その番組、いや多分そんなタイトルやったと思うけど、じゃああの坂の競輪学校のあの坂も、ああいたいたいた、あの東京って言われるね、あのめっちゃ乗るやつ、地獄の坂、あれも当時のその練習生研究生、はい、そう研究生がと一緒にあってさ、もう無理に決まってるやん、はいはい、あれ無理って思うでしょ、うん、うちの相方お父さんが元競輪選手、ああそうやな、うん、こいつ一発で登ってんすよ、マジで素人でマジで教官から、うん、いや君もう芸人やめて競輪に行くなさいって
マジか、そんぐらいセンサーこれ一発で乗るんですよ。その時高校もラグビーやってたんで結構体力自信あったんですよ。それいくつの時よ。19とかね、そうですね。じゃあ今無理やろ、どう考えたら。今はちょっと厳しいかもわからないですね。その時もうマジでバーって登ってったら、もう教官が興奮してて、お前これ登れたのかと、これ登ったのはモンキッキーとお前だけだぞって言われて。いやもう一人よ。もう一人だったんですよ。初動画やん。だからもう芸能人登ったのはモンキッキーさんとお前だけだって当時は。一発で、しかも一発で。いや、それはすごいわ、じゃあ。それ、大気が赤のオープンカー乗ってた時もうビチビチです。それは知らんけど。知りません赤のオープンカー。なんか聞いたことあるよ。劇場から出たり、屋根全部破られてたやつ。福岡の赤い流星。誰が言うてたやつ、お前やろ言うてた。駐車場止めてたら、フォロー、めちゃくちゃ、そうですね。肩で切られて。肩で切られて、ガムテープ貼ってました。修理する。俺は、ごめん、俺、あれはちゃんとできたで、ローラー。3本ローラーですか。あれ難しいですよ。あれ難しいんちゃうの。あれ体幹むちゃくちゃ必要なんで。すごい。そうよ、あれはできてんねん、ちゃんと。今もう競輪ファンが興奮してます。3本ローラー浜田さん乗れるんやっていう。いや、もう今は分からんで、ね、あの当時、雑誌用でやったんすか。雑誌、お前いじっとんの。いや、そういうタイトルやったと思うで、多分雑誌用って。絶対ない、そんな番組。絶対ない。いや、調べたらある。絶対ないですよ。でレースもしたい、ケツつけていってて、おー言われてんけど、まあ結局無理やったけど。まあその風邪の我々利用してんのし。雑誌用で。お前いじんなよ。雑誌業で。あまりにも言ってたら。S級パンツちゃんと入ってた。うわー、すごい赤のね、ラインの。おー。浜田、もう今、競輪ファンが興奮してます。浜田ちゃん、めっちゃ知ってるやん。今の競輪にも来てほしいよね、ほんと。いや、行きましょう、競輪場ちょっと。いやいやいや、行ったところで。いや、行きましょう、その競輪全部ね。もう番組立ち上げましょう。じゃあ、浜田さん、懐かしいついでにいいですか。はい。メール、尼崎市の方です。ラジオネーム、竹ひろっくさん。浜田さん、井上さん、松本さん、こんばんは。やめて。本名言われて。本名で言うの。初回の放送、めちゃめちゃ楽しかったです。私にとって浜田さんのラジオは、真夜中の中からのファンです。当時はリスナーからエロい写真を送ってもらい、その写真を見ながらダウンタウンのお二人が、うわはは とただ叫ぶっていう、ダウンタウンのお二人しか楽しんでいないはずが、なぜか聞いてる私も興奮しておりました。できれば当時のようなぶっ飛んだ内容を、このゴブゴブラジオでも期待していますので、よろしくお願いしますっていう、覚えてます？真夜中の中、うん、あったかな。覚えてます？それこそ MBS でやってたんですって。はいはいはい。はい。1年ぐらい放送、ダンダンさんは半年ぐらいなんですかね。ああ、そうなんか。らしいんですよ。で、その中で、その、エロい写真を送ってもらって、2人で、うわーって、ただ言うてるだけのコーナー。もう、マジですか、これ。どれ。いや、俺、これメール見て、マジこれ。いやいや、でも、だって書いてるってことは、そうでしょ。だって、浜田さん、スタッフさんももう、そうそう、そうって言ってますよ、いや、いろんなんやってたから、もう、そんなん、まあ、そらやってたでしょうね。マジですか、うん、ぶっ飛んでません、いや、まあ、時代やんか、それは。それをこうラジオなんでこう想像できるようにみんなに言うんだ、うん、こんな感じ。いやいや、これ見てる感じやったらもうただ二人でうわー言うてるだけ。気になるな。中学生がエロ本読んでるの覗いてるだけでしょ。そうね。で、中学生がみんな、どんな見てんのみたいな。いやいや、でもまあそうなんちゃう、もうリアクションだけなんちゃう。だからあれと一緒よ、昔俺翔平兄やんってやってた風俗でかみたいな、みたいな、なるほど、とか言ってて、はいはい、でもあれ誰なんやろって感じや。それと一緒。すごいですね。でも視聴者から送ってくるんですもんね。そうやで。ね、ああ、そうそう、あの時代な。それもまたすごい。うん。すごない？それはちょっとということは封書で来てるわけやんか、はい、写真も入れて。確かにね。ああ、そうですね。だって当時こんな写メとかもないでしょ。ないですよね。ほんならもう、うわーみたいな。おぉうわこいつやめろって言うて。すげえ。それを聞いて興奮するってことか。もしかしたらそれが俺らがもううわー言うたやつには何かあげてたかもわからんで、ね、それわからんけど、ね、あ、なるほどなるほど、うん、シールあげ、ステッカーあげてんのか、シールあげて、シールでいいんですよ、わからんけど、なんかあったんじゃ。でもそれちょっと、いや、でも合わへんくないですか、その、まあ合わへんよね、うん、向こうにしたら、向こうにしたら、うん、エロいやつ送ってシールもらうでしょ、うん、ちょっとなんかシール欲しいから、全然10日交換じゃないのよ、なんか今夜やってたよ、もうびっくりして、俺もメールほんまこれっつって。さ、俺らがどうこうちゃうんちゃう、それやらしてた毎日がどうやねんって話じゃない。いやいや、そうです。曲もぶっ飛んでますね。 OK 出てますから。いやいや、だからもうそれでもダウンタウンさんが、いや、それもうやろうっていうね。もしかしたらおかしいよ、だからダウンタウンさん主導かも分からない。いやいや、全員おかしい。全員おかしいですよね。全員おかしい。よし、この企画で行こう。よし、行けろって思ってるわけから、全員が。でも聞いてる人も、もう楽しいってなってますよね。そうやで。聞いてる人も、よし、送ろうって。登場人
人物が全員おかしい。これ誠なのって思ったから。だからステッカーも欲しい、シールも欲しいですしってことでしょ。もう必死なんでしょ、リスナーの方も。そんなのがあったんかどうかも分からへんけどね、うん。でもまあそれでリアクションしてたっていうのは確かに今言われればちょっと思い出したかな。だってこれはあんまり覚えてへんで、なかなかよ。確かに。これ結構衝撃な。俺これ自分の人生でやったコーナーの方って覚えてるもん。うん、ぶっ飛んでるから。いや、全く覚えてない。ってことはこれより飛んでるやつやってるってことですもんね、当時だから。それ曲はどうかわからんけど、ラジオやってる時になんか素人のやつと電話つないで、はい、モノマネうまい言って、はいはい、お前すごいなーとかって言ったら、それ松村やったとか、松村が学生の時やったとか、まあそういうのはあるけど、そうか、だって花子姉さんもそうですもんね、4時で、あ、そうですそうですそうです、そうね、4時の時に来たんですもんね、山田花子ね、はい、そうですそうです、そうや、だからチャンス大城さんも4時ですよだとかですね、あ、そうです、え、5時で、はい、チャンス大城さん、事前に書いてましたよ。ダウンタウンさん4時ですよ、だ言って、うん、めちゃくちゃ学校でスーパースターになって、なんか商品もらったかなんかで、うん、で、いじめられてるから、これで俺は脱出だ、つって学校に行ったら、そのプレゼントも取られて、またいじめられたって。めちゃめちゃ切ない話。切ないな。めちゃめちゃ切ない話やん。はい。あ、グッズいろいろあったからね。ですよね、4時いただいたみたいな、うんで。スーパースターやったのに、みたいな。そうなんや。あ、それ知らんの。いや、だからそういう影響あるんですよ、だから皆さんに。うん、いや、さ、昔の話ですから。今は、ええ、今そのエロいコーナーやってみる。うわ、これはオッケーにならないですね。MBA さんがさすがにでしょ。これさすがにあかんっすよね。MBA さん、想像やったらええんちゃいますよ。わけわかんないこと言うてる。うわ、別に具体的にこんな写真来ましたなんか言うてへんもん。ああ、いや、まあ、言いませんけど。うわーしか言うてへんねんて。おおでしょ。このトーンと言葉で想像してくれよ、そうですね、みたいなな。いや、じゃあ、まあ、じゃあもしね、こう今聞かれてるリスナーの方で、何、はい、でしょうね、コーナータイトル分からんけど。その子なんていう子？竹ひロックさんです。竹ひロックには、シールー、やー出た出たやっと出たやっと出たやっとこれすごい、いや、思い出させてくれたから。はあ、やってた、確かに。ああ、すごい。これ、赤い方でいいですか？赤い方で。赤い方の、はい、じゃあ、竹井六さんにそのステッカー送ります。足、ごめんなさい、シール送りますんで。はいはい。で、じゃあ、こう今聞いてる方で。うん、いや、全然いいですよ。いいですか、井上さん、募集するんですか？いや、全然募集するよ。いやいや、その、けえへんと思うけど。あ、まあまあ、けえへんと思うけど。息を振るだけ振っといて。はい、あの時のね、うん、それを浜さんが思い出したっていうことですから。そういうことです、そういうことです。もしね、これ聞いてて、我こそはって思う方がいるんやったら。そりゃそうです。皆さんの、なんていうんですか、思いのもので結構ですね。うん、あ、そうか、一応ね。あ、そういうことやんか。そうですよ。それちゃんと言うとかないと。はい。皆さんが思うですか。エロいってことでしょ。そうですよ。いや、だから自分がエロいと思うものでええわ。そういうことです。そういうことです。で、思い思いな。はい、思い思いな。じゃあもう、下落ちさなあかんやつも出てくる。だったらもう、いや、だから、人によりますんで。お前、これがそう思ってんのかっていう。なるほど、あ、はい、それええやんか、はい、ね、そういうことだと思うんですよ。ああ、オッケーオッケーオッケー、あ、それやったらええわ。そうでしょ、うん、たまにありません、なんかこのお野菜こんな風に見えますとか、そういうのが好きな人もいるでしょうし、うん、あ、そういうことか、うん、はい、そういうことか、まあね、いろいろフェッチはありますからね。そうそう、あります、まあ、広がる、それは広がるな、広がりますね、まあ、広がるでしょ。これちょっとステッカーまた出るかもしれない、ちょっと楽しみですね。重い重いのものをね、はい、送っていただいたらと思います。はい、というわけで、番組ではそういうことも含めまして、メールを募集しております。平井さん、はい、メールアドレスお願いします。はい、メールアドレスはゴブゴブアットマーク mbs1179.com、 メールアドレスは皆さんご覧ください、ゴブゴブアットマーク mbs1179.com。 はい、ちょっと練習の成果出ませんでした。ラジオではまあ皆さんご覧くださいってことはあんまり言いませんのでね、お聞きくださいという聞いてますから、ことですけども、はい、そして大木さん、はい、この番組は音声配信アプリ、ラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式ツイッターをチェックしてください。はい、というわけで、この時間のお相手はライセンス井本とドリアンズ平井俊介と、ドリアンズ住田大輝とランタン浜田でございました。また来週お会いしましょう。さよなら。はい、どうも。